Welcome back to Rock Fujiyama, bringing the true rock spirit from sunny LA all the way to Japan. We gotta get fired up from the get go. Marty and Rolly live in Fujiyama. Let's rock it.今日のマガマガしいゲストを紹介しよう。悪魔が来たりてヘビーメタル His Excellency Demon Kogure。 カッカようこそ。カッカは地球デビュー20周年ということで。おお、ね、20年も振り返ってみると長いですよね。まあそんなことはないね。やっぱり我々は、ね、10万年以上生きてるから。最初にガツンときたロックな曲は何ですか？ガツンときたロックな曲。人間の音楽なんてガツンと悪魔はしないのだ。いやちょっと待って、そんなことない。ヘビーメタルミュージシャンはみんな悪魔の曲が多いんですよ。だってなんかモーリー・クルーも Shout at the Devil じゃん。してるでしょ。みんな我々を崇拝してるだけの話。あー、いいことなんだ。みんな知らず知らずのうちに洗脳されてるわけ。All right, we're gonna shout at the devil tonight with His Excellency Demon Kogure. Get ready, hell yeah! 癒しのロック鼻歌い。オーケー、シャンク、シャンク。ここ花歌屋ではお客様のロックスピリッツを理解するために鼻歌を披露していただき、うん、それをマーティーがギターで感じ取ります。よろしく。ちびっこ歌えんな。シャウ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 と一発や。なんか勢いだけって感じ。でも小暮閣下、うん、こちらの鼻歌専用マイクに鼻歌をお願いいたします。はい、地獄から来ました3番。はい、はい、ロリレインボーのキルザキングです。正解。世界にもいいやつとか悪いやつとかいるんだ。ああいい質問だ ね。悪魔同士の中ではね。そうでないとみんな一人ぼっちになっちゃう。一人ぼっちゃやそうね。悪魔同士っていうのは敬語とか使ったりする？いい質問だね。あ、先輩に対しては。デーンデレレ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 レ
ープのジプシー不正解似てるな、今のユーラレヒップのジプシーそっくりだすごい僕わかるよ、僕わかるよ、ま、待て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 、いいですか、First century schizoid man kings 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 あの指輪が当たって内出血する。内出血。すげえ痛いんだけど。悪魔が内出血。ハンネ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 いらっしゃいませ。別にね、好んでね、こうやって乱入してきたんじゃないんですよ。皆さんも仕事かもしれませんけど、僕だって立派な仕事なんですよ。ではここで、アダモちゃんによる鼻歌特別編。ロックですね。はい、ロックでございます。一応ね、ロックですね。ロックな番組なんです。できれば。ロック？ね、チープトリックの、うん、チープトリックのチープトリックのチープトリックのはいはい、あーボスマイマイチープトリックのスティフコンペティション、あー違うじゃん、いやいやいや正解ドゥンドゥドゥンドゥンドゥドゥンドゥンドゥドゥンドゥ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 って地獄で人気？地獄でまあまあということで今日の花歌言う閣下のロックスピリッツをより理解していた花歌王はマーティでした。よろしおすなマーティのロックミーツザライジングソン。マーティが日本の曲は全部ロックだと言い切るこのコーナー、今回もこんなにおはがきが来てますよ。一つ紹介します、はいね、昔僕がよく聞いたクリスタルキングの大都会は絶対ロックじゃないと思います。マーティさんはどう思いますかっていうことなんですけど、それをロックだよ。クリスタルキングのクリスタルキングはロックだよ、これはロックじゃないですよね。民謡だね。民謡ですか。いやこれ民謡じゃなくてロックだよ。これロックだよ。なんかロック風には見えない。クリスタルキングのハイトーンって僕聞いたらもうそれはどう聞いてもジューダス・プリーストのロブ・ハーフォードのハイトーン、どう聞いてもメタル・ガーズ、メタル・ガーズ、耳おかしいじゃん。ハイトーンだけじゃないですか。デーモン・コグレカッカが歌うメタルゴッド大都会。
民謡だっただろ。なってましたテレビでね、あの歌を歌ったのものすごい久しぶりなんだよなんでこれなんだうわっ藤山さあ、キャッカーいかがでしたか。面白かったね。本当ですか。面白かったよ今日はあの人間界のロックに触れてまいりましたけども、うん、何か印象に残ったものありますか。アダモちゃんかないや、やっぱりなんかカッカと一緒に演奏するなんてすごい怖いでした。何言ってんの。だってなんかライジングサンのコーナーにすごい素晴らしいボーカル入るとすごい安心しました。楽しみました。ありがとうございました。またぜひやりましょう。はい、素晴らしいね。ぜひ。 So how'd you like the show? I hope you had a good time. We'll be bringing you back Rock Fujiyama next week from right here in LA. So don't forget to tune in. Until next week, keep on rocking. Hell yeah!